犠牲者58人を出し戦後最悪の火山災害とな御岳山の噴火から明日27日で7年遺族などが居登山をし帰省区域の八丁ダルミに噴火後発で足を踏み入れました雨の中御岳山を登りメタ遺族や行方不明者の家族目指したのは長部の八丁ダルミです7年前の9月27日御岳山が 噴火。58人が犠牲となり、未だ5人の行方側がが手いません。安全対策は進んでいますが、多く人が亡くなった八丁ダルミは噴気に近く、今立ち入りが禁止されています。遺族などのようで特別に立ち入りが許可され、4家族8人が噴火。初めて八丁ダルミに足を踏み入れました。イは噴火時刻の11時52分に黙と 最愛の人が登ったところ、最後を迎えた場所を探しました。その一人、知見市宮市のところ清和さん。亡くなった、ゆうさ、当時26歳と、その婚約者の庭ゆき、当時24歳は、八、ダルミを登り、山頂付近で遺体となって見つりました。八丁ダルミで撮った二人の写真が残っています。ところ清和さん、嬉しかったというか、とこれたと、 そこで写真撮ったんだなと。と、る限り、異例を続けたい、御嶽山の噴火から追って7年。ふもとでは、喧嘩式が予定されています。<music>